はい。今日はね、出どころ、僕、TLDR っていう、ニュースマガジン、ニュースマガジンメールですかね。あれを購読してるんですけど、TLDR ってご存知ですか？いえいえ、ご提供そうです。TLDR って言葉はご存知ですか？いえいえ、何ですか？これ TLDR っていうのは、Too Long Didn't Read っていう、インターネットのスラングで、長すぎて読んでないっていう意味らしいんですけど、それがだんだん変わってきて、ちょっとしたその論文で長いじゃないですか、大体。読むのですんで、too long なんですけど、didn't read なんですよ。で、それをちょっと、要約してあげるっていう時に、TLDR って書いて、その下に要約を書くっていうのが、ネットのちょっと流行りみたいな感じなんだそうですわ。で、僕も最近知ったんですけどね、それ。で、そういう名前のニュースレターがあって、あるんですけど、もはや TLDR のニュースレターがもう TLDR なんですよ、今。もうたくさん、毎日毎日来てですね、いっぱい。もうそのタイトルを読むだけでももうできなくなってきているという状況です。それはちょっと余談でしたけど。でですね、つい昨日かな、11日ですね。一昨日、2日前ですね、今日13だから。そこに、Together MOA っていうタイトルの論文が、記事がありまして、ちょっとこれをご紹介したいんですけど、トゥゲザーは一緒にですね。で、MOA って何かって話ですけど、MOA は、美術館じゃないですよ。ミュージアムオブアートとか、そんなんじゃなく、これはですね、ミクスチャーオブエージェンツっていう。ミクスチャーオブエージェンツ。MOA なんですね。はい。で、エージェントを組み合わせるってことですね。で、これは、簡単に言うとですね、今大規模言語モデルっていうのは、単体でありますね。チャット GPT-4 とか、ジェミニ1.5とか、あるんですけど、これは、ちっちゃな、オープンソースのやつを、いっぱい集めて、で、それで一つのタスクをやらそうっていう、そういう考え方なんですね。で、エージェントっていうのが一つ一つの LLM で、それをミクスチャーするっていうことなんだそうです。強調させるという。そういうやり方が提案されているということですね。で、これ、具体的な細かいところはちょっとわかんないんですけど、ざっと言うと、まず提案者っていう、これはプロポーザーですね。プロポーザーという LLM をいくつか、設定するわけですよ。一つでもいいんですけど、複数あると。で、それぞれがあるタスクに対して、それぞれが、答えを出してくる。で、今度、それをですね、まとめる、アグリゲーターっていう、またそれも LLM、別の LLM を置いて、その提案者から提案をさせて、そのアグリゲーター集約者にまとめさせると。大きく言うとそういうようなアーキテクチャなんだそうです。で、それが一つのレイヤーになっていて、そのレイヤーをまた複数置くというような構成で、難しいタスクをやらそうということなんですよ。ちょっと面白いなと思いました。でですね、で、この論文ではですね、じゃあそういう、なんだか原理の提案だけじゃなくって、リファレンスモデルを作って、調べてるんですね。実際に作ってみたと。それが Together MOA と、名付けてるやつで、これの場合はですね、プロポーザー、さっきの提案する LM を、全部オープンソースのモデル。例えば Wizard M とか、Qwen 1.5とか、ラマ3とかミクストラルとか、そういったものを組み合わせて提案さし、アグリゲーターにクエン1.5、110B っていうのを置いて、そのレイヤーを3つ置くみたいな感じのリファレンスモデルを作ってやったところ、この人曰く、アルパカ EVAL2.0 という一つの評価、ベンチマークがあるんですけど、それで、この Together MOA は GPT-4O よりもハイスコアだったと。勝ったということなんですよ。そうなんですか。と書いてますね。トゲザイモで、65.1%と、さっきの評価基準で65.1%なんですけど、GPT-4 が57.5。別なベンチマークもやってて、勝ってるんですね。だから要するにこれ、オープンソースのモデル1個では勝てないんですけど、この前、別なやつありましたよね。MMLU のプロってやりましたけど、あれでも、くっきりと、大規模な本当にでっかいやつと、クラウドのでっかいやつと、あと、ローカルで動かす、オープンソースっていうのはもう明確に性能差が分かれてたんですけど、
今回のやつはそのオープンソースをいっぱい集めてやれば、大きなやつに、巨人に勝てるということで、はい。はい。まあちょっと民主主義的な感じがしますけどね。まあいっぱいいろんな人の力を集めて集合地で戦おうというようなことなんだそうです。今の話聞いてね、さっきの収録で言った、アッシュ村なしの話やけど、2027年に、汎用、ドクター、ポスドククラスの汎用人工知能1億人作ってうんぬんという話をしたけど、その時にね、結局、その1億人の AI がですね、勝手にね、研究するんじゃなくて、今ね、おっしゃったように、チームを作って、で、一つのテーマを決めて、で、ディスカッションするというふうに、だから研究グループ、今のね、論文だってさ、単調はほとんどなくてですね、上達者の人の協調になってるじゃないですか。そのように AI もね、AI 同士の協調みたいなことになると。だから、今おっしゃったようなことが、自動的にそれができてくるんじゃないかなって気がする。これのね、先駆けじゃないかなと思ったわけよ。そうですね。まあ一つのね、巨大なやつに集約するっていうような見方もありましたけど、そうじゃなくて、いっぱいいろんな AI ができて、そそれれをね、組み合わせると。で、というのは考えた、ね、普通セミナーなんかでもディスカッションするってことが結構重要じゃないですか。これだと、一つの頭の考え方に凝り固まるじゃないですか。たくさんおるといろんな見方ができるじゃないですか。これ集合知とかいうのね。だから AI の集合知って。そうですね。AI の集合値。すごいレベルの AI がまたさらに集まってっていうところがね、面白いですね。で、実際そのプロポーザー、さっきのプロポーザーをいくつか、まあ、例えばプロポーザーって一つの LN の種類でもいいわけですよね。同じものを、まあ、例えば6個並べるとかいうのもあるんですけど、やっぱりその種類が変えた方が、得点も高かったということなんですよね。だから、まあ、多様性のある提案をした方が、やっぱり最終的に品質の高い答えになると。まさに集合知能。ね、集合っちゃそうなんですね。考え方ですよね。みんな同じように考えるとダメなの？なんでしょうね。やっぱり一つのものに固まると、なんだろう、いろんなものに対応できないんでしょうかね。まあそういうのがあるということで、まあ私が、まあこれに惹かれたのは、こう、弱いやつでも集まれば強いやつに勝てるっていうところが、まあちょっと、勇気をもらえるなというふうに思ったわけですよ。ね、特にローカルで動かせるものですからね。今、オープンソースでやってるのは。まあそれでも、一つでは勝てないんだけど、たくさん、いくつか組み合わせたら、いいものができるんじゃないかっていう、ちょっと希望が見えたということです。ただまあ、問限題。度はあるでしょうけどね。まあ今のところはね。ミクストラルってそもそもそんなんだったんじゃなかったでしたっけ？ミミククストラやルは、エクストラそうですね。あれ 8×7B でしたっけね。なんか、そういえば GPT もそうでしたよね。ヤマタノオロチとか言ってたよね。そうですね。まあでも同じ種類ですからね。これの場合は、ミクストラルと GPT が。これの場だから同じ種類でもそれなりに意味は。合は、あるんでしょうね。まあやっぱりそのテンプレートが違うと答えも違うでしょうから、それも組み合わせだけでも効果があるのかもしれません。ただまあ課題もあって、やっぱりこの方法だとは、時間がかかるっていうことですね。そうでたす。くさんやらさないといけないんで、レイヤー、しかもレイヤーにやると、やっぱじ、あの、レスポンスタイムというか、まあ、ターンアラウンドタイムの、が長くなるんで、まあ、この辺をどうするかっていうところが、まあ、課題ですねっていう話です。パラレルにやったらいいんじゃないんですか？ああ、確かにね、そういうリソースがあるから。しかもリソース的にもそんなにコストは安く済むんじゃないですか？まあ、巨大なやつをね、一個動かすよりは、いう、まあ、たくさんいるってやつじゃなく、1個で1個ぐらいのコンピューターだったら、まあそんなにお金かかんないですもんね。6個ぐらいだったら。まあそういう論文です。で、これは、論文はアーカイブに掲載されて、まあ公表されてますし、あとサンプルコードも GitHub で公開されてるんですよ。だからデモもできるので、まあそういうことができる方はぜひ1回使ってみて、どんな感じか教えてください。問題にもよるでしょうね。
こんな問題を解けって言うんだったらいいですけども、対話相手としてとか言うんだったら、どうやって統合するのかっていうのが、まあ、多分難しいですね。結果をね。そうですね。統合の仕方とかもね、いろいろあるでしょうし、まあ、さっきオープンソースの組み合わせ方もいろんな組み合わせありますからね。あと数も変えられますから。なんか、ディシジョンメイキングとかで結構いいみたいな話は昔からありますよね。そういうマルチなやつね。合議制とかいうのは、例えば将棋なんかでね、昔から割と使われてる感じで。割とだからそういう集合値、寄せ集めてっていうのは効果が結構あるんだなっていうのは思いですよね。ますね。まあ、本当にいろんなことを考えますね。皆さんね。すごいなと思いますけど。まあ、でも、そういうことができるのもあと数年かかる。もうこんなこと AI が考えて、もう考えたよってもう言われちゃうという時代が来るのかもしれない。いや、だから、GPT-4 を上回ったっていうのはなかなか素晴らしいこね、と。いや、そうですよこね。と自体は、いいです。まあまあ、一つの評価でしかないですけどね。まあ、このそれは論文。ないんですか？ MML Pro の評価は。それはなかったですね。いかがですか？あれはまだ、あれは出たばっかりなんで、公開はされてないのかな、最近。まだ、いや、使ってないんだとは思いますけどね。いろんな評価がこれから必要ですね。はい、じゃあ、そういうことですね。はい。